はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はこちらですね。Windows 専用のこれ、ハンドブレーキになります。レースゲームの時にね、非常に重宝するやつになりますね。で、これね、本来はオープンボックスね、開封から行うんだけども、これはもうすでにもう出ております。なんでかっていうと、はい。原因はこいつです。バカソニック。ね。もう今はバカソニックのカメラはね、絶対に買ってはいけない。ね。保証、本当ね、タイマー仕掛けたってね、どんな高いカメラ買ってもすぐ壊れます。はい。ということで、昨日は開封式をはじめ3本の動画を収録したんだけど、バカソニック、データがね、抜けない状態、ないことになっていたので、なくなってしまいました。そういうことで、本来だったら、またこれ箱に戻して、一から開封動画やるんだけど、おじいのとこはね、そういう茶番はやらないので、もう正直でね、もう開封してありますよということで、動画を撮ります。ね。まあ、おじいのとかやらせとかね、そういうの一切ないチャンネルなんで、ね。はい。で、これね、どういう状態で入ってるかというと、まあ、なんとなくわかるよね。このサイドブレーキの本体があって、で、ここに、この取り付けの、こいつがね、ここに入ってます。セパレートで。あとは、ネジ工具が入っております。で、これね、よいしょ。この六角レンチと、このスパナが入ってきました。で、まあ、箱の状態はね、見てもらえばわかるように、まあ、なんとなく、こんな感じで入ってたんだなっていうのが、まあ、お分かりいただけると思います。で、この取り付ける部分なんだけども、ネジが4本入ってます。ここね、ここ。よいしょっと。ね。このね、ネジの取り付けなんだけれども、これね、今これまでちょっとこう緩んでるけど、これをこうやってね、クックッと。これ外すと、そのまんま、これ取れるんだね、これね。よいしょ。昨日ちょっと固く締めたんでね。よいしょと。で、こっち側がねじ切りになってるので、そのまんま、ワッシャーもね、何もいりません。ほんと。このねじが4本入っているので、ね、こっから入れるだけです。こうしてくるくるくるってね、こうして回すと、よいしょ。はい。出てきたでしょ。これでもうしっかりとね、止まってます。で、付属のレンチはね、こういうのは、こういうのはね、まあ、おまけでくっついてるタイプは非常に薄いので、カクって外れやすいんで、外れると指怪我するんでね。なんであんまりこう強く締めてなかったんで、怖いからね。まあ、たくさん怪我をしながら覚えていくんだけどね。よいしょ。ね。はい。こうして。これがね、4箇所あるんだけど、ここがね、ちょっと待ってね。ここの部分、全部で4箇所なんで、ここと、ここ、4箇所締めます。で、ここのところをね、回すのが、もう皆さん想像の通り、めんどくさいんです。ここね。これ外してつけるのがまためんどくさいから、これ外さないっていうね。まあ、そういうことになります。はい。でね、まあ、ちょっとこう光の加減がね、ちょっといつもと違うんでね。今日は近くを映したいので、久しぶりにね、ロジクール引っ張り出したんだけど、ちょっと明るさが強すぎるかなって感じかな。ね。逆光だとうまく撮ってくんないしね。撮影って結構大変だね ちょっとね、電気を、よいしょ、ちょっと暗くするとどうかな。うん、暗くすると、迷わないね。うん、じゃあ、これでいこうか。もうちょっとだけ明るくしようか。ね。うん、はい。で、今回のね、サイドブレーキなんだけど、ここの部分、ね、このサイドブレーキの長さは、
かなり調整することができます。ここの六角は、よいしょ、サイズが違います。まあ、各自自分でね、用意することになるんだけども、ここね、穴もい、これね、ここについてるけど、1、2、3、4、あと4段下までずらすことができます。ね、長さの調整がまずできるっていうのが、まあ、ものすごくいいよね。それで、この六角レンチね、これは何に使うかっていうと、はい、これからね、またお見せしたいと思います。で、重さは結構あるよ。がっつり重みがあります。めちゃめちゃがっつりとね、重みがあります。中はね、こんな感じ。こうやってね、中見せたいからね、今回はロジクールを久しぶりに出しました。ロジクールはね、1センチまで寄れるのでね。はい。まあ、このロジクール以外でね、中華だと1センチまで寄れるものが存在していないのでね。はい、これ目的で今回のカメラを引っ張り出しました。よいしょ。はい、構造的にはね、こんな感じ。ちょっとこうバネがね、こう動かすとちょっと硬いんだよ。はい、こういう感じでバネが押されて、まあ、かなり抵抗になっています、これね。それで、今回は、この取り付けのね、これ、ちょっと昨日は、収録中は、名前をガンガン言ってたんだけど、もう年を取るとね、記憶が飛ぶんだね。この固定するやつ、ね、もう名前が出てこないけども、これ、ね、付けることになります。で、一個ちょっとね、今回気がついたのは、これ自体が左側に外しにくいっていうか、これをぐーっとこの棒に取り付けないと、この取っ手の部分だけ外れちゃうので、これ外すのにね、苦労します。よいしょ。まあ、これは言葉では説明できないから 実際に届いた方はね、ああ、おじいこれ言ってたんだってね、そう感じていただければなと思います。言葉で言うのは難しいね。はい。で、今ね、こうして固定しました。ね、で、よいしょっと。まあ、こんな感じだね。で、こっからね、ちょっと、よいしょ、皆さんに見せるためにカメラをちょっと外したいので、ちょいとお待ちください。よいしょ。やっぱあれかな、カメラをぐるぐる回してくっつけたから外すの大変だった。はい、見えるかな。はい、そうそう、クランプ、クランプね、名前を思い出しました。クランプです。で、このクランプが、ここの部分がものすごくちっちゃいので、これ、こんなんでちゃんとつくのかなって、ちょっと不安だったんだけど、昨日のね、バカソニックが撮ってくれなかった、バカソニックがデータを残してくれなかったオープンボックスでは、ここに薄い板をかましてね、面積を大きくした方が、がっちりつくんじゃないかって、まあ、そうやってね、おじや説明してたんだけど、いや、これ実際にね、これだけでもがっつりついてます。がっつりとね、もう全然不安なく、ほら、がっつりついてます、これね。これちょっと驚いたね。いや、よくステアリングなんかだと、これだと結構弱いんだよ。ダブルで付けるのとかもね、あるけど、すごい弱いんで、よく大きくして使った方多いと思うんだけど、このサイドブレーキの場合はね、全然へっちゃらなんだね。ちょっとこれね、驚きました。これね。はい、それでね、またちょっと明るさを減光するね。はい。まあ、フレームレートがちょっと落ちると思うけどもね、こうしないと飛んじゃうので明るすぎて。
ね。はい。で、ここにね、このロックがついてます。ロックついてます。これはね、使わないときは、こうレバーを引いて、カチンと。はい。この状態で置いておくことになります。ロジクール。はい。こんな感じです。わかるでしょうか？それで、使うときは、はい、こうなります。ね。自動的に解除されます。これ便利だね。なので、クー、クー、クーってね。で、ここ、注目です。ここ。はい、見えるでしょうか？これ、この子、この縫い子。これね。メール。はい。ここのところを調整することができるんです。そのための調整縫い子です。これね、よいしょ。くる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 ね。ちょっと回していきます。これね、くるくる回すと、中はちょっとひっくり返さないと見えない構造なんだね。これ見せたいんだけど、おいしょと。あ、こっからいけるかな。こう。ちょっと無理かな。うん。これがね、今、思いっきり、右回転、止まるところまで来ました。そうすると、はい、ここで、もう思いっきりね、クイッても止まっちゃってるね。はい。これぐらいでもう止まっちゃってます。で、ちょっと緩めます。はい、ちょっと緩めると、だいたいこれぐらい。で、わかる？こう。これね、緩めると動くでしょう。ほら。わかる？これ右側にこう回していくと、ほら。ほら。わかる？動いてるのわかる？左回すよ。ほら、わかる？緩んでるでしょ？ね。ほら、ここ、この可動距離が長くなったよね。ほら。その調整。ね。わかる？こういう構造です。まあ、だいたい、まあ、おじこんなもんかな。ね。カーンって。まあ、あんまり長すぎても、引っ張るの大変だろうしね。ほんで、ちょっとカン、カン、カンってやるぐらい、カーンってやるぐらいだから。ね、まあ、結構強力な暴れなんで、底抜きするまでガンってよっぽど強くしないと、ここにガンって当たるとこまで行くのはちょっと大変かなって感じでね。だいたいこれぐらいでもカーンでね、シャイドブレーキなんてボタンコンって押したのと同じような感じだけど、これ何ビットだかな、これ、10何ビットね。まあ、そこの調整はあると思うんだけども、Windows 側でね。うん、まあ、そこの調整です。細かく調整できるんだね、これがね。まあ、お好みは、タンってこれぐらいがいいのか、グニャンってくるまでがいいのかっていうね、そういう調整ができるみたいです、ね。はい。どうでしょうか。これはね、すげえめちゃめちゃがっちりね、すぐ。あとね、まあ、一点だけ、よいしょ、まあ、注意事項というか、ここがね、スポンジです。これがね、このスポンジがね、おそらく、まあ、多分2年とか3年使ってるうちに、劣化してくれたろうね、このスポンジがね、ここの部分が。うん、だからここのところを、何か、
自作とかね、まあ、いろんなもので何か代用品、ね、かっこいいものを作るとかね、まあ、そこのところがね、流行るかもしれないね。で、ここのところ、だいたいこう、サイドブレーキ行くときって、まあ、だいたいね、あ、ちょっと待って、ロックしないと動いちゃう。このね、サイドブレーキをこうやって引くでしょ。その時にここね、ここのところ、だいたいこうして持ってグーって引っ張る人が多いと思うんだけど、まあ中にはね、こんな下持つ人いないとは思うんだけど、ここ持てばいいけどね、ここ持った時にここ出っ張るんでね、まあ、ここ持つ人いないと思うけどね、こんなところね。でも、あってこっちがこうやっていった時にここ当たるとここ痛いんでね、ここ気をつけてください。あと持つ時にね、まあ、大体当たらない位置にあるんだけど、これがね、まあ、下の方を持った時に、ガッて持った時に、まあ、この間に入ればいいけど、ここポンって当たるだけでね、あ、痛いってこうなるかもしれないんで、自作で作るときは、これ、ぐいってこう、お帽子でこう、かぶせるような形にすると、滑らかでいいかなと思います。ね。まあ、おじあと、この六角レンチの太さをちょっと調べてね、これ長さがどれぐらいまで調整できるのか、ちょっとそれもね、また後日検証してみたいなと思ってます。ね。で、どう？初めてサイドブレーキっていうのをね、これ見たんだけど、思っていたよりもすごいテンションがかかるね。結構きついバネだなって感じがします。それでね、これを短くすると重たくなるんで これおそらくね、テコの原理で、だってここら辺で持つと重たくなるんで、これで、重たくなるんで、これやっぱりね、テコの原理から考えると長い方がいいよね。実際にサイドブレーキを引くときに、ターンってね、もうこれぐらいのきっかけでいいんで、ターンってやって、スーンってこう曲がってくんでね、だいたいパッドでやってる時って、こういうアクセルでグーンってやって、で、ドリフトした時って、だいたいこう、シフトアップ、シフトダウンで、ここを OG、サイドブレーキにしてるんだけど、だって、チョンってやると、チョーンで、ジャーっていかないから、チョーンって押して、パッてこう離して、調整するんだよね。多分ゲームだとそうなんで、実写だとね、ほんの一瞬だけカンって引いただけで、あと、アクセルガーっていくと、ドワーってこう、ね、スライドコントロールするけど、ゲームの場合ってサイドブレーキを押した分だけこう、ずらすっていうか、まあ、マシンによってパワースライドもできるけど、まあ、基本的に、そうだよね、惜しいよね。だからその時に、実写だと、きっかけ作りで、ガーってやってこう戻すんだけど、ゲームの場合ってちょっとグーってこれぐらいまでこう長くこうしてやる場合があるんで、でこう重たいと結構ちょっとこれですげえ大変なんで、やっぱりね、長い方が楽だなと思うよね。わかる？わかる？これね。実写とゲームって違うんで、ね。まあゲームはね、あくまでもゲームの走り方があって、まあ、いくらリアルリアルリアルと言っても、なんていうかな、サーキット走ってるじゃないと、ね、サーキット走り、そんなしないだろうしね。まあ、そんな、走り方が全然違うんだよね、実車とね。まあ、そこのところはいろいろ。あと、車なんかもそうだよね。まあ、駆動によって違うけども、だいたいアクセル踏むとスルンって行くようにね、できてるからね、シミュレーションはね。でも実写は、そんな普通に走る分にはシビアではないのでね、まあ、グランツーリスモみたいな、ああいう変な挙動をするゲームを子供の頃からなんか慣れちゃうと、ちょっと大人になってね、高校生ぐらいになって免許取れた時に、あれ？俺、グランツで結構ランキング上だったのに、お、こんな動きするのおかしいじゃん、全然ちゃうじゃん、みたいなね。
シミュレーターじゃなかったんかあれってね、ちょっとびっくりする子供たちが結構多いんじゃないかなと思いますね。ジュランチュはね、あれは最低最悪なゲームなんで、ゲームにならないんだよね。理論的にシミュレートしてないんで、あれってね、レジリエーションみたいな感じで、なんていうかな、もう決められてるんだね、あれね。あれはおじいが、レースゲームはね、本当にもう、半世紀は超えてないけど、でもすごいちっちゃな頃からね、幼稚園、一回かないかぐらいからずっとレースゲームの歴史をね、見て触れてきてるんで、なのでね、あれだね、自分の人生の中で、ジュランツーだけはね、おかしい。本当に 変な割り切ったゲームだとね、こうやって動くゲームなんだよっていう、F0 とかさ、ああいう割り切った架空のものだったらいいんだけど、妙に出てくるマシンが実名だったりとかね、リアルだリアルだと、ネットの中にもいるんだよね。お仕事で宣伝お金もらってね、アピールするっていうプロモーションじゃないかでやってるんだけども、ステマみたいな感じでやってる人ね、有名な人もいるけども、ダメなゲームを騙してね、たくさん売るお仕事なんだよね。あまり悪くは言わないけれども、ね、なんでか知らないけど、右カーブが曲がれない人がいるんだよ。必ずはみ出る人がね 右曲がれない、左は曲がれるのに右に曲がれないね、そういう人がね、いっぱいジュランツを宣伝してるけどもね、そそのかされて、騙されて、いっぱい買った方、ね、悲しい方、パソコンの世界にいらっしゃい、ね、パソコンの世界にはたくさんいろんなシミュレーターがね、いっぱいあります。ね、本当にね、楽しいレースゲームがね、いっぱいあります。そして、フォルサ、モータースポーツ、フォルサホライズンもね、楽しいゲームがあります。シミュレーターではありません。ゲームがあります。ね、まるで実車を運転してるかのような、ね、で、まるで本当にバトルしてるかのようなね、もう、手に汗握りながら興奮できるゲームがあります。ね、本当、プレイステーションの世界ではね、シミュレーターと言って車の動きをしたり変なもの、ね、パソコンの世界では、これはゲームです。ね、ゲームなんだけども本物っぽい。ね、本当、貫禄が違うんだよね。もういらっしゃいって感じです。はい、ね、プレステ5なんてね、変な高いも機械買ったりとか、ロジクールからね、何十万の変なハンドルが出てね、クリュークリューでね、ジュランツーで変な動きをする、これ当たり前だよ、ジュランツーがおかしいんだから、パソコンにつけたら、おパソコンにつけたらって、これ当たり前の話なんだよね。本当ね、ジュランツーがおかしいんですね。変なハンドルも置かないでね、ちゃんとしたものを買いましょう。ね、おじやのモザリーシングいいなと思ってるんだけどね。はい、サイドブレーキね。これもすごく皆さんの要望でね、あまりなんかキコキコキコなんか言わないよね、これね。キコキコ言うやつはあんまり知らないんだけど、こんな感じです、音は。ちょっと黙るよ。ここの戻し方が、で、あとこんな感じ。で、普通に、で、あとこれぐらい。ね。気になるようだったら、グリスとかね、ぐり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 こう塗っておけば、ね、その接触箇所を見れば、もうにすることも可能ではないかなと思います。でもゲームやってる分でね、これはそんなにうるさいかな、どうかなって、それぐらいのレベルではあるかなとは思うけどね。こんな感じ。ここでね、ここで今もうカツンってね、カツンって、こんな感じ。伝わる？がっつりお見せするからね。部屋が汚いのはね、ちょっと勘弁してね。バカソニックのカメラだとね、こうしてピントが合わないんで、ね、
バカシャ肉はね、一番低グレードは1センチまで同じぐらい寄れるんだけど、ね、高いものは寄れないんです。不思議だね。はい、こんな感じ。参考になりますか？はい、ね、クランプ。しっかりとね、これ。こう、わかる？こう、扇風機が、こう、ほら、扇風機がこんなに揺れてるんだけど、扇風機がほら、こんなに揺れるぐらい、ガン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 やっても、全然平気だからね。ね、すごいがっちりついてます。はい。そんなわけで今回はね、本当真のオープンボックスではなかったけれども、ね、犯人はこいつです。ね、バカソニックの一番最高峰の一般家庭用の一番最上位グレード、サポートがね、ガスコであるんだったらこれを買ってくださいっていうね、この最上位グレードのこいつがね、もう1年で壊れてるんでね、恨むのはこいつを恨んでくださいね。はい、そんなわけで今回はサイドブレーキがね、到着して開封しましたよというお話です。実際にね、パソコンに取り付けとかはまた別の動画で撮りたいと思います。今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。あとね、これ今10%オフのクーポンコードを発行してもらってるので、まあ、興味のある方はこの動画の説明欄見ていただければね、Amazon のリンクと10%オフのクーポンコードがあります。じゃあ、ここまで。またね。バイバイ。